それじゃあ始めるわね。とその前に、まずはもっと力を抜いてもらわないと。少し深呼吸するといいわ。息ゆっくり吸って、ゆっくり吐いて、もう一回ゆっくり吸って、はい、吐いて。力、さっきより抜けたかしら。それじゃあ、ここから耳掃除の準備。姉に教わったの。いきなり中を掃除する前に、まずは耳全体を鳴らしてあげるといいって。そうすれば怪我の可能性も低くなるし、何より、普通にする以上に気持ちよくなれるわ。だから最初は、耳元を撫でて、鳴らしてあげるところから。触るわね。鳴らすのはこんなところかしら。さすがに待ち遠しいって感じになってるわね。なんかうずうずしているんじゃないかしら。待ち遠しくなってくれているなら撫でてあげてよかったわ。少し待ってて、綿棒を準備するから。綿棒と、ティッシュ。よかったわ、ポケットティッシュも買ってきておいて。買ってきたばかりのはずの綿棒が使われてるの見たら、家族みんな不思議に思うかしら。まあ、その時はあなたの耳掃除をしてあげたって素直に説明するのも少し、いえ、とても照れくさいわね。何か言われたらごまかすわ。さて、それじゃあいよいよ綿棒の出番。でもすぐに中はしないわよ。さっきは指でだったけど、今度は綿棒で耳全部をなぞるわ。で、表面の汚れを取りながら、
耳を鳴らすの。今よりもっとムズムズするかもしれないわ。でもその分だけ後からたくさん良くなれるはずだから。始めるわね。これだけでも気持ちいい？裏側とかもこすっちゃおうかしら。これだけでも少し汚れ取れるわね。ということは、鼻の周りとかはもっとかしら。柄にもなく楽しみになってるわ。さ、次は鼻の周り。ここもこするだけで結構取れるかもしれないわね。このまま力抜いてて。溝のところも、こんなところかしら。ますます待ち遠しくなってる。これでまだお預けとか言ったらどんな反応してくれるかしら。大丈夫、そんな意地悪言わないわ。ちゃんとご期待通り。今から中よと言っても、多分一番うずうずしてる奥の方は後から。最初は入り口近くの浅いところからね。綿棒入れるわね。少しなぞっただけで、綿棒交換かしら。入り口のあたり、それなりね、もう少しだけ綺麗にしておこうかしら。
ということで、浅いところもう一回。これで入り口あたりは綺麗になったわ。どうかしら、潮風を浴びながらの耳掃除は普通こういうことは室内でやるものだし、不思議な気分かもしれないわね。奥の方を掃除しているうちに気持ちよすぎて外にいることを忘れてしまうかもしれないけど、まあ本当にそうなるくらい堪能してくれたら嬉しいわ。それじゃあ奥入れるわね。交換するわ。そのまま力抜いてて、さあもう一回。やっぱりそうね。もう一本使っちゃうわ。きっとこれで最後。これって一区切りかしら。はあ、これで奥の方も綺麗。気持ちよくなってくれたかしら。始める前より明らかに体から力が抜けているもの。しばらく動けなさそうね。ここで耳掃除終了しても、横になったままでいてくれるかしら。心配しなくても大丈夫。反対側も残ってるのに、途中でやめたりしないわ。
片方だけ残したらお互いにすっきりしないでしょうし。ああ、でもまだ反対側は向かなくていいわ。だって最後の仕上げをしていないもの。私これが好きなの。姉が耳掃除をするとき必ずしてくるから癖になってしまったわ。あなたも私と同じような気持ちになってくれるといいのだけれど。なんて、ここまで言ったら私が何をしようとしているか予想つくんじゃないかしら。今すごく余計なことを考えてしまっているわ。このまま焦らし続けたらあなたはどんな反応をするのかって。なんて本当に余計なことよね。きっとあなたは私が今からしようとしていることをすごく楽しみにしてくれているはずなのだし。それじゃするわね。小刻みな方がいいかしら。次は少し長く。するの堪能してくれた。吹きかけられている間波の音も忘れてしまったんじゃないかしら。これでこっち側の掃除はおしまいね。次は反対側だけど向き変えられるかしら。ああ無理はしなくていいわ。体に力が入らないなら、しばらく今のまま潮風を浴びてて。こうして横になっている姿を見ていると、少し姉の気持ちが分かったわ。姉は頭を撫でたりするのが好きみたいなのだけれど、今の私も同じことをしたくなってる。少し撫でさせてもらうわね。これもっと動けなくなってしまうかしら。でも、もう少し。このくらいにしておくわね。今のあなたの姿を見ていると延々と撫で続けてしまいそうだし。とりあえず次は反対側。好きなタイミングでゆっくりでいいから向き変えて。
もう動いて大丈夫なの？すごいうっとりした顔しちゃってるわね。そんな風になってくれたのなら、やった甲斐もあったわ。なんて、言っているうちに反対向いてくれたわね。それじゃあ早速、と言いたいところだけど、やっぱり深呼吸からかしら。もう力は抜けているみたいだし、必要ないかもしれないけど、一応した方がいいと思うから。息、ゆっくり、吸って。はい、吐いて。また、吸って。吐いて。最後にもう一回。吸って、吐いて。なんだか少し変な感覚だったわ。呼吸のたびにあなたの息が私のお腹に当たっていたから。服越しなのにちゃんとわかるものなのね。なんて、口に出したせいで少し照れくさくなってしまったわ。変なこと言っていないで、耳掃除の準備してあげないと。今からするのもさっきと同じで、鳴らすための動きよ。指でゆっくり、触っていくわね。最初は、外側から。より内側も。こんな感じね。右側と同じで、うずうずしているみたいね。見ているだけでわかるわ。なんだか、体全体がもぞもぞしているし。きっと、さっきよりもっと気持ちよくなるわ。なんて、こういう風に話しているだけでも。余計にムズムズしてしまうかしら。我ながら意地悪なことをしているわね。あんまり先延ばしにすると頭を上げられてしまいそうだし、そうなる前に始めようかしら。こっち側も右と同じで、まずは耳全体から。耳、触るわね。耳、もっとじーんとしてきてるわね。
裏側も。綿棒を変えるわね。こっちもこすっただけで結構汚れ取れたわ。次は入り口のすぐそば。これで終わり。あとは中の方ね。入り口近くからゆっくりやっていくから。さあ、入れるわよ。続けるわね。綿棒を取り替えるわ。やっぱりこっちも結構取れる。浅いところ、もう少し。入り口はここまでね。なんだか反対側よりも少し溜まっている感じがしたわ。入り口でもこんなにということは、奥はもっとたくさんかもしれないわね。楽しみね。さあ、息ゆっくり吐いて。もっと力抜いて。入れるわよ。
度泣くわね。奥、なかなかやりがいある感じね。次は、耳軽く引っ張りながら掃除するわね。また、入れるわ。耳たぶも引っ張るわね。新しい綿棒で最後の一掃除入れるわね。あと少しだけ。綿棒使うのはこれでおしまい。起きてるかしら。私の場合、姉からされるとき、たまに気持ちよすぎて寝てしまったりもしたから。とりあえず、今のところはまだ大丈夫みたいね。でも、少しうとうと気味かしら。最後の仕上げしたら、刺激強くて、少し目が覚めるかもしれないわよ。するわね。こっちも小刻みに。仕上げはこれでおしまい。どう？本当に刺激強くて目が覚めた？それとも気持ちよすぎてますますぼんやりしちゃったかしら。どちらにしても今の様子を見る限りしばらく動けはしないみたいだけど。足止め成功ね。それにこのまま膝枕の体勢でいるうちは私も動けないから家に帰れない。しばらくこの夜の堤防で一緒ね。